自称寺、自称寺は、山梨県海野市に所在する寺院。相当宗で、三号は雄と山、本尊は、釈迦如来。持ち、寺主寺、別称に、西山善林、西山自称寺。所在する海野市竜王は、市中部に位置する。駒郡西山里に否定される。境内は、赤坂大一南面に立地して、富士山と対面し、三号はこのことにちなむ。 赤坂台には古墳時代の群衆墳である赤坂台古墳群が分布している。中世には貝の支流王を中心に篠原僧が存在し、西山号の他に腰石号が所在した。正確な創建年代は不明。貝の国社記、寺記によれば室町時代の遠徳元年1489年の創建と伝わるが、これは 総統修寺院に改修された時期で、これ以前から、前身の新言修寺院、法上寺が存在していたという。慶応四年の遺書書によれば、遠徳元年に、新、王修美が入山し、総統修寺院に改修したという。後岩尾大通前寺上後と衆、昭和再犯、病気上後と衆によれば、新、王修美は、武蔵国足立軍の岡部氏の一族であるという。 自称自解散となる前は、武蔵区に小山多郷、東京都町田市の大泉寺で修行し、会の流芸員で、桂節総賞について修行していたという。一方、寺木屋慶応四年、1868年有書書に、よれば、会祖は会、武田氏家臣である、諸角正清、文を守るとされる。小生は、会の国主では実名を、虎邸としているが、 双方とも語であることが指摘され、確実な実名は、虎光とされる。また、生についても、諸積み、出が確実とされる。寺木によれば、虎光は、武田信正の陸奥とされ、新、欧州美の実定とする説があるが、御伝である、可能性が指摘される。寺木によれば、虎光は永禄四年、1561年の、 川中島の戦いで戦死したと伝わる。自称時には昭法四年、1547年、鋳造の盆章が伝来している。この盆章名文には、甲州駒氷島荘西山郷竜王村と、記される。島荘、島荘は12世紀後半までに、松尾車両として成立した園で、海野国史によれば、昭域は、甲府市山宮町、海野市牛区付近を北限に、 赤坂第一登録の会の市中下城、大下城、名取、長塚、甲府市長小寺町、根畜町一帯を含む68。A68 年1565年までには、新元定の築造が行われ、竜王河原塾の成立に伴い自称寺の所在する西山郷は消滅する。このため、盆昇名分の島荘は寺の本来の所属を示し、 寺の所在する西山郷は、島層西原に位置していると考えられている。天正十年、1582年3月、織田信長、徳川家康連合軍による武田良心鋼で、武田氏は滅亡する。同年4月の信長近世、自称自文書では、織田氏によって特権を保障されている。同年6月2日には、本能寺の変により、信長が王死し、 斐の国は、天正神後のラムを経て、徳川家康が領する。自称事文書には、天正11年、1583年4月の、徳川家康治療城打ち氏が伝存しており、治療は縮小したものの徳川氏による庇護を得ている。また、天正13年、1585年、天正16年、1588年の、 徳川家部行人胸役面許手形も残されており、この段階では徳川氏が武田氏の施政方針を継承し、門前尾役所の胸別役面所が行われていたことが確認される。その後、天正17年、1589年に徳川氏は武行、稲中寺、熊蔵に命じて、会の国内の自社領縮小を断行し、稲中寺判物、自称寺文書では、 島河方、岸田、貝野市、志田などの寺料が除かれ、堀の文のみが寺料として安堵され、以来これが固定された。天正十八年、五百九十年には、徳川家康が関東へ移法され、貝は、橋場秀勝、加藤光康、浅野長政、吉永の豊臣家大名が配置される。豊臣家大名時代には、貝の国内の検知が行われ、自称寺文書では、 文禄三年の朝野忠義。忠義は、長政の署名、右近、大助治療状が残されており、治療が若干増加している。慶長五年、千六百年には、関ヶ原の戦いを経て、徳川家康が再び会を領する。徳川氏は、会の国内の総建地を実施し、慶長八年、千六百三年の徳川家部業人、宗役免許手形では、 天正十七年時と同規模の寺が最終的に確定され、事業国高八国余り、境内免除地1523坪が決定された。歴代将軍の主院城十一点は、明治一新期に陳部府へ提出され、寺には、安城十一通が現存しているほか、主院城を保管した御主院箱も残されている。また、慶長十七年、六百十二年には、 海の国内の相当囚人院の自覚が定められ、皇位は王院と自称寺末寺の大泉寺、甲府市甲府中が総六市に定められ、常ほど本自覚として、皇位は王院、大泉寺の他栄昇院、花院、南明寺、京本寺、伝次院の七家事が定められている。自称寺はこれに含まれておらず、同時期には寺税が衰えていたとも考えられている。 慶長16年の徳川市大館寺地面拠点型によれば慶長10年に竜王村から分尊して成立した竜王新町の建地に際して松地新喜び寺文が記載されている新喜び寺は自称寺7世両室総慶が隠居所として開いた寺であったが段家が少なく明治10年に自称寺と合わせ寺したというなお竜王新町では 公州街道、新州王冠沿いで、慶長十一年、1六百六年あるいは、玄長元年、六百十五年に、浄土衆人の少年寺が創建されている。江戸時代には十世、両、久喜長尾が中高祖氏と位置付けられている。両、久喜長尾は、寛永九年、六百三十二年に有事し、報道再建、三門新築区、過去町の整備、 松寺の解散などを行った。両、久喜長尾の諸事業は十一世、境沖な積雪、十二世、徳、尾長木にも継承され、徳、尾長木は五百羅漢像の肝心造流、ネ半図歴代祖師像の修理など、重物の充実を行っている。十世から十二世までの諸事業には、甲府近万市で竜王村在住の有力団家、渡辺全米が尽力し、 渡辺家は中高解山と位置づけられており、境内には同家の墓所も存在する。慶応四年1868年3月、明治新政府は神仏分離令を発し、廃仏希釈運動が起こる。自称寺境内にも鎮守である富士浅間神社、稲荷社、諏訪社などが合祀されていたが、特に大きな影響は見られない。幕末期の住職は28世。 大きな優先で、慶応4年7月には新政府に、遺書書を提出している。明治初期には、山梨県内の総統修寺院においても、松寺の統合、段下の吸収が割れ、人員数は減少する。明治28年の遺書書によれば、明治10年に、自称寺は内務省に対して、規模縮小願いを、地出し、一部の道具、回廊を破却する。1903年、 明治三十六年には中央線が開通し、同年十二月十五日には竜王村においても竜王駅、貝野市竜王、新町が開業する。中央線は自称寺南方を通過し、線路敷設に際して山道が分断されている。境内には報道を中心に山門、クライン、海山道など多数の道具が立ち並び、報道裏手には庭園がある。 自称寺庭園は、同十大武神の一件によれば、原文五年、1740年28世、セラ・シュゲカズにより企みされ、尾ワ国の庭師、首都を元ににより造成されたという、枯れ山水式の借景庭園。なお、原文五年以前にも庭園があったと考えられている。報道に安置される本尊の釈迦三尊像は、室町時代の印波物師の作。 全州人本尊として、特徴的な奉冠釈迦如来像を中心に、脇寺として、文殊菩薩と、普遍菩薩を拝する釈迦三尊像で、県内では、類例の少ない重要作例として注目されている。山梨県内には、工房大師伝書をはじめ、水に関する有水伝説が数多く伝えられているが、自称次海祖の神、王修美は、 釜梨川の竜王丹と呼ばれる深淵に住む枠竜を再度し、その謝礼として本堂前に清水を湧き出させ、これを竜王水、竜神水と称したとする伝承が残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。